皆さんこんにちは、ゆりです。こんにちは。なんで呼んだかと言いますと、はい、まず今日はネタバラシしたい。ダイバー、ダイバーの、わ、君まだ知らない、ついに来ましたね。お待ちかねですね。視聴者さん説明しますね。なりちゃんの2曲目のダイバーなんですけど、もともとは楽曲を誕生日にプレゼントしたんですよ、はい、そうですね。キメラスさんと僕で1曲ずつ作りました。すげえ、マジで。で、2曲聴いてもらいます、うん、はい。で、どっちが作ったか言いません。はいはい。で、その中の1曲なりちゃんにあげるって感じ。イントロですね。決まったかもしれない、すぐ。うんうん。02で02でも誰もわかんない。何を聞いてるのか。で、この曲を実は作った人が誰かっていうのがまだ分かってないんです。そうなんです。天才シンガーソングライターのユーリか、はいはいはい、天才集団のキメラス、はい、どっちが作ったかっていう話です、うん。タイムマシンの天才のやつ、うん、と一緒ってこと。そうだね。どっち誰が作ったか分かんないってこと。うん、で、ナリちゃんがダイバーってこう出したわけじゃん。はい。感情的に溺れてたいな、外国家に潜ったダイバーも君しか見えない。予想いいですか？はい、聞いても。ただこれ何も知らないんだよ、ね、うん、そう、最初ユーリくんかなと思ったんだけどね、うん、相手のキメラズなんじゃない？何それ、もう何、心理戦？いや、何の相手？まあ、もう一曲も聞いたけど、どっちもジャンルは違うけど似てる感じのテイストだったと。あ、お互いが寄せてるんじゃない？寄せ合ってるんじゃないかと。あ、なるほどね。だからこれはあえてのキメラズがユーリくんに寄せてきた曲、ダイバーなんじゃないかと思います。じゃあ、キメラズということで。これでも間違えた場合、ユーリ君に嫌われるんですか？いや、わかんない、もう嫌い。嫌い。じゃあ、いや、キメラズ。じゃあ、いきます。うん、答えよ。いきますよ。キメラズです。やっぱね、ほら、分かってたよ。ボスだから、あの、この楽曲に関しては、はい、俺何にもしてません。そうなんだ、うん、あの、一文字も関わってない。一音も。なるほどね。俺見てるだけです、ずっと。それなのに、あんなにずっと楽しそうだった。そう、で、ずっと自分のこと天才って言ってんの。病気です。ゆりチャンネル。ただね、かなりいいよね。いや、よかったっす。いや、いいね。これって実は俺に寄せてんのかな。そんな感じでもない気がするけどな。キメラスさんのさ、このアップテンポの曲、うん、こんなまさかロックな、確かに、なんかナリちゃんのためを思って作ってくれた曲だよね。いや、マジで愛されてます。うん、愛されてるかどうか知らないけどね。いや、愛されてる。タンプレ、愛されてる。タンプレで曲2曲ももらえてるんですからね。あ、片っぽ俺な。お前、まず選ばなかったから、ね、その時点でもう嫌われ、嫌いになった。もう本当にもうあの時から距離置いてるよ。おい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 。ゆりチャンネル。俺と木村さんでもともと話してたのが、はい、なりちゃんが今ロングヘアじゃん。はい。もともとある曲が、うん、で、やっぱオリジナル曲って、まあ、2、3曲あった方がライブできるなっていう、2、3曲あって初めてできるなと思ったから、うん、ロングヘアだとやっぱこうバラードじゃん。はい。だからちょっとどっちもロック調の曲は作っていたんだけど、はい、これ2曲目のダイバー、はい、選んでよかったと思う。で、アコースティックバージョンもさ、うん、1週間前に出たと思う。出ました。大体、はい、それもめちゃくちゃかっこよかったから、うん、これもうライブできますね。どこでライブしちゃう？ロッキー。お前が選べないから。ゆりチャンネル。でもね、本当にすごいいい歌だし、はい、いい曲だから、あの、これからこの2曲をね、はい、もうふんだんに使って、ゆりチャンネルから生まれた2曲、うん、もう、まあ、出したのは全部僕ですしね。出したの全部、うん、ロックヘアはゆりチャンネルから出しましたしね。金銭的な面もね。そうそう、そっちの問題ですよ。そうだね、出したの。ダメだ、ズブズブだ、ゆりチャンネルとは。そうです、あなたはもう抜けれません。もうしかねえから。ゆりチャンネル。本当に俺たちみんな応援してるので、皆さんよろしくお願いします。お願いします。そしてですね、あの、今日の夜中の12時に、うん、はい、今夜0時から、うん、ダイバーサブスク解禁されます。やっ、おめでとう。やばいね。やっ、日本一。まあ、アコースティックバージョンはアコースティックバージョンですけど、うん、今回は、うん、はい、がっつりかっけえバージョンで出すんで、うんうん、え、これすごい、結構俺いいと思うんだよ。いや、いいと思う俺も、うん、そして、うん、明日ゆりチャンネルにてダイバー MV 公開します。イエーイ。19時。はい、頼むぜ。いや、もうめっちゃかっこいいっすよ。一箇所だけ見せたい。映像は見せちゃうから、うん、写真見せたい。俺めっちゃ撮ったから。パッて出してください。お願いします。感情的に溺れてたいな、外国家に潜ったダイバーも君しか見えない。やばいね、俺のキスシーン初めて出るわ。あったっけ。そう、あったっけ。そう、あ、あったあった。すごいよ。すごくなかった、俺のキスシーン。俺だってもうベロ次の日筋肉痛になると思った。バナナワールドよりあれだったもん。やばかった、俺ベロ筋肉痛になると思ったんだから、ほんとに。え、こっち、え、こっちだ。ちょっとこうだよ。ゆりチャンネル。
あの皆さんにね、あのダイバーの MV を見て100人200人の単位で、はい、MV に好きな、ま、俺のキスシーンなのか、うん、ま、なりのシーンなのか、はい、分からないけど、あのみんなで切り抜いてね、うん、あの貼ってもらいたい、 TikTok とかに。確かに。そしてね、はい、1週間前の動画で、はい、みんなで応募したじゃない、まあ、この肝ってさ、はい、どっちが作ったのって、まあ、まあ確かに、みんな当ててもらいたい、うん、だからなりちゃんのリプライのとこに、うん、どっちが作ったかをみんなに書いてほしい。で書いて、うん、当たった人にはなんかプレゼントしちゃいます。おお、やば、マジ、うん、10名ってのはどうかな。すごいね、多いね。10名に何プレゼントしちゃう。そんなに、うん、はい、なりちゃんのツイッターのリプライにどっちが歌ったと思うか書いてもらったんだけど、はい、当たった人にプレゼント企画やるっつってんじゃん。はい、10人、はい、あります。それをもう近々発表しようかなと。そうですね、そうですね。もう結構だってアコースティックバージョンのコメント欄にも考察来てて、うんうんうん、やっぱゆうりくんっぽいっていうのが多かった気がします。あ、マジ、うん、ほんと、うん、分かったよ。お、韻の踏み方がゆうりくんっぽいみたいな、うん、甘いね。ゆうりチャンネルキューもさ、うん、ほんとやばいよね。結構俺さ、はい、あの今まで音楽頑張ってきてます、はい、心を込めて曲を書いてます、うん、それでいろんな方にこう楽曲提供させていただいてます、はい、なのになりに断られる、これどういうことですか。断られた、うん、いや断ってない、断ってない、うん、まあ、いやほんと偉くなっちまった。変わっちまったよ、うん、難しいこの時代でもこう。ゆうりチャンネルでね、次の動画、うん、まあ、MV 上がるじゃないですか、はい、明日の動画 MV ですよ、うん、MV ラリのダイバー MV 上がります、はい、その次の日の動画を今から撮りに行くんですけど、はい、まあ、あの本当楽しみだね。めっちゃ楽しみ。いや、皆さんにもね、本当いろいろ知ってもらいたいので、はい、もう今日から本当にダイバー週間。そうですね、ダイバーウィーク切りますよ。うん、おー、マジ。そう、もう潜り込み続けますから。そうですね、海溝深くに違います。僕は皆さんの心に潜り込みますけどね。あ、君は海溝深くに一人で潜っててください、お願いします。嫌な言い方。ゆりチャンネルということで、本当にあのキメラズがあの今回ね、なりちゃんにこのダイバーという素敵な曲をプレゼントしてくれました。で、今までにない楽曲で、はい、やっぱりこうバラードじゃなくてロック中なので、皆さんにね、こうなんかノリに乗って、こう乗って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 、うん、こう一緒にね、なんか盛り上がっていただければなと、はい、まあ今はさ、はい、まだライブが決まったりしてるわけじゃないので、うん、まあ家で聴くだけですが、家でね、いつかのなりちゃんのためにこうなりちゃんのライブでこうやって盛り上がろうとかいろいろ考えていただけると ね、頭に浮かべながら楽しんでいただけたらすごく嬉しいです、はい、よろしくお願いします。お願いします。という感じで、まあ今日の動画は終わりたいと思います。明日の MV も楽しみにしてください、はい、チャンネル登録とグッドはお忘れなく。皆さん、また明日。チャンネル登録お願いします。